はい、こんにちは。今日は筋トレ雑談ということでですね、低重量ハイボリュームのねトレーニング、と高重量低回数ねのトレーニング、あとまあその間ですね、中重量で中回数やるトレーニング、どれがいいかなっていうね、まあ雑談というかね、まあ個人的な見解を、お話ししたいと思います。で、高重量低回数っていうのは、まあ大体自分の中では3回から、1セットで、ね、3回からね、まあ5回、6回ぐらいできる重量でやるっていうやり方。で、中重量は8回から12回。で、低重量は15回から20回ですね。まあ、低重量ってほんま30回ぐらいとか言う人もいるんですけど、まあ自分の中では15回から20回。はい。意味したいと思います。で、まあ、結論を言うとですね、自分の、まあ、個人的見解なんですけど、まあ、目的によるのかなという感じですね。目的によるのかなというのと、まあ、もう、全部やった方がいいかな。まあ、でも自分の場合は全部というよりも、どちらかというと高重量と中重量がメインかなっていうところで、たまに低重量やるかなっていうね。まあ、そんな感じですけどもね。で、まあ、目的によるっていうのは、まあ、筋力をね、伸ばしたいというのであれば、やっぱり高重量低回数をやった方がいいと思いますしね。まあ、ベンチプレスの重量とかね、デッドの重量とかね。まあ、重量を、使用重量を上げていきたい、重いのをね、上げていきたいっていう人でしたら、まあ、筋力、重視ということで、高重量。はい。もう3回から5発ぐらいでね。で、インターバルもね、5分ぐらい取って、で、セット数もちょっとね、まあ、5セットぐらいやってね、やるやり方ね。まあ結構それで時間かかるんでね、で、インターバルを長めに取ると、やっぱりジムの場合ね、やっぱり周りの人もいるんでね、ラップとか洗浄しちゃうとやっぱり良くないので、まあね、なかなかやりづらいんですけどね。それに反してね、筋量を増やしたいならば、まあ中回数、中重量、または、まあ低重量、高回数、はい。が、まあいいのかなというね。ふうに言われていますね。まあ自分はもう、まあ中重量、中回数をどちらかと押しますけども。はい。ただまあね、最初に言いましたけれども、まあどれもやった方がいいよっていうのは、まあ同じことばっかりしてるとね、やっぱり刺激マンネリ化しちゃって筋肉も慣れてきちゃうので、まあ筋肉にね、やっぱ常になんかこう、ストレスを与えなきゃいけないので、まあいろんなことをやった方がいいよということで、まあどれもやった方がいいっていうね、まあ自分の見解。まあで自分も実際それでやってきています。結構メニューでも、まあ結構自分の場合は1日の中でそれを組み込んだりすることも多いですね。まあ今日は高重量の日、今日は低回数の、低重量の日とかね。そういう形でやるやり方がも結構主流だったりですね。まあ自分は結構1日の中でね、やることが多いです。まあそれもやりますけどね。高重量だけの日、低重量だけの日とかね。やりますけど、まあ自分はもう1日の中でね。はい。やることは結構ですね。で、まあ自分はと、まあ特に先ほど言いましたけど、まあ8回から12回できるね。中重量をまあとりあえず主軸にしてますね。はい。で、まあ重量回数もね、あんま伸びなくなってきたなーって、マネリ化してきたなーと思ったら、そこに高重量。はい。入れたりします。で、そこでもまたあれだってきたら、また高重量系ばっかやってると、まあ、関節も痛んでくるので、まあ、そういうちょっと、休めるのも、関節休めるのも兼ねて、そこでもまた、こう、マネリ化してきたら、低重量公開数ね、取り入れたりします。はい。まあ、これはまたでも種目にもよりますけどね。まあ、プレス系の場合だと、ね、結構高重量系の頻度はね、自分の中では高いですし、はい。まあ、レーズ系であれば、まあ、低重量、公開数の頻度はね、非常に高いです。まあ、たまに高重量入れるって感じですね、レーズ系の場合は。基本はもう低重量、公開数。はい。で、プレス系は、基本は中重量、中回数。で、その次に、まあ、高重量。で、一番優先度低いのが、まあ、低重量、低、公開数って感じですね。こんな感じで、こう、いろいろこうね、刺激は変えたりね、します。で、あと、高重量系の場合は、まあ、毎セット、限界までね、追い込んだりはしませんね。ちょっと余力残しで。例えば、メイン3セットをやる場合だったら、1セット目も、まあ、余力残しで、で、2セット目に、ちょっと頑張りますね。
で、3セット目はもう回数落ちちゃうんですけど、まあ重量は絶対最、まあ1セット目やって、2セット目ちょっと重量上げるんですよね。で、そこでこう、結構頑張る。ね。高重量、限界までやるんですね。で、3セット目は、まあ重量は変えないで、変えないんですけども、回数落ちてもいいので重量変えません。はい。まあそんな感じでやりますね。2セット目は結構、挑戦のね、セットにしてますね。はい。で、3セット目はもう、まあ、仕方がないけど、もうそれだけどんだけこう、2セット目に近づけるかっていう感じでね、やってます。はい。まあ、筋力ということであれば、まあ、先ほど言いましたけどね、まあ、毎セットごとね、あんまり追い込まずっていうのはね、まあ、やるのも、がね、やっぱおすすめだったりするんですけどもね。はい。まあ、この辺はね、自分のやり方ね、合うやり方でやるといいと思います。だからもう中重量、中回数でね、もうずっと伸びてきてるんであれば、もうそれずっとやったらいいですよ。伸びてるんだったらやった方がいいですね、そのままね。自分が思うのは。で、そこで停滞してきたら、ちょっと違うことやるっていうね、感じでいいと思います。で、高重量やって、またそう伸びてきたらね、まあその高重量やり続ければいいんですよ。で、またマンネリ化してきたなと思ったら、低回数入れるとかね。まあこう、まあ低回数はね、自分の中では、マンネリ打破というよりも、ちょっと関節休める、期間っていう感じの位置づけですかね。はい。まあ、科学的刺激を入れるという意味でね、いいんですけども、パンプさせてね、科学的刺激をね、当てるしね、っていうのはいいですけど。はい。まあ、そんな感じでございます。まあね、やっぱ関節痛めたくないっていう人だったら、まあ、今だったらね、その低重量でもう、やっぱり回数こなすと、同じ総負荷量っていう意味で考えると、回数こなしても全然筋量はね、やっぱ増えるっていうふうに言われてますので、はい。まあ、それでもいいと思います。ただもう自分の中では、やっぱり低重量、低回数って、やっぱり長いんですよ、1セットがね。1セットが長いんで、ね、退屈なんですよ。もう15回ぐらい超えたあたりで、ね、もう暇なんですよね。なんかこう、で、中重量だったらね、結構もう 5レップ目ぐらいからね、いい感じでこう、じわーってくるんですけど、低重量、高回数の場合はね、15レップぐらい行ってぐらいからちょっと、ちょっと張ってきた、乳酸溜まってきたみたいな感じになるんで、それまでの過程がね、自分の中でどうもね、ちょっと暇っていうかね、面白くないっていうね。ね。まあ、自分の筋トレのモットーは、まあ、楽しむことですのでね。楽しみながらかっこいい体を作るっていうね。はい。こういうことですのでね。まあまあ、自分はまあそれが合ってるってことで。まあ、ずっとやってきてますけど。はい。まあいろいろね。いろんなやり方があります。本当にね。はい。高重量ばっかで追い込んでる人もいますし、低重量でばっかで追い込んでる人もいますしね。でもまあ結構やっぱり皆さん、いろんなものを取り入れてる感じがしますね。今はね。まあ、結構ネットの情報でもね、そういうやり方をしてる人が結構多いのでね、はい。まあまあ、ね、ご参考にしていただければなというふうに。